漢字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 。はい、こんにちは。日本語の森のゆき先生です。今回も漢字の勉強頑張りましょう。はい、一つ目の漢字です。はい、この漢字訓読みは送る送る、音読みはぞうそうぞうそうです。わかりましたか？じゃあ覚え方早速いきましょうね。はい、右と左に分けて考えます。左側、これ前もやったんですけど知ってますか？これはお金ですね。昔はこの貝という字ね、貝をお金として使っていたので、この漢字はお金という意味になります。わかりましたか？はい、こっち右側、これも前やりましたね。お坊さんの意味する漢字です。そうそうっていう漢字ありますね。同じ右側です。だからこの漢字の意味はお坊さんです。はい、じゃあ覚え方いきましょう。ストーリーいきます。右は僧侶、左はお金だから、お坊さんにお金を送ると覚えましょう。お坊さんにお金を送るです。わかりましたか？で、ここで皆さん、送るもう一つあるんじゃないって気づきましたか？これ、この送るもありますね。で、どう違うかというと、これが普通の送るなんですよ。普通はこの送るなんですね。でも、この送るはプレゼントとか、なんか大事なもの、プレゼントとか大事なものとか、そういうものを送るとき、こっちの漢字使います。こっちの漢字は普通ですが、こっちの漢字ちょっと特別です。はい、プレゼントを送るとかよく言いますね。じゃあ例文いきましょう。好きな人にプレゼントを送る。図書館に図書を寄贈する。はい、これ両方やりましょう。好きな人にプレゼントを送る。はい、またやりましたね。プレゼントを渡すときは、プレゼントをこの送る、この漢字でやった方がいいですよ。はい、プレゼントを送る。はい、次、図書館に図書を寄贈する。はい、これは図書館に本をただで、無料でこれ使ってくださいって言って物を送ること、寄贈です。寄贈。はい、わかりましたか？これがお金になると寄付って言いますね。寄付。はい、図書館に図書を寄贈する、ただで渡すことです。はい、寄贈です。はい、2番目。はい、この漢字見てください。訓読みはなし、音読みはちんちんです。はい、覚え方いきましょう。簡単です。上は任せるですね。任せる。下は貝ですね。貝。はい、さっきも使いました、お金を表します。はい、じゃあストーリー、お金を任せるです。そのままですね。お金を任せるって書いてチンだなって覚えましょう。はい、で、これどういう意味なのってなりますよね。例文見ていきましょう。例文、最低賃金、東京都の賃貸物件を探す。東京は田舎より家賃が高い。これやりましょう。最低賃金っていうのは、賃金っていうのは給料と同じ意味です。給料と同じ意味ですね。仕事を任せてお金をもらうから賃金です。だから最低賃金っていうのは、国が決めたこの値段以上は給料を払わないとダメですよっていうルールです。最低賃金。東京の最低賃金は確か900円とかです。時給900円とかですね。はい、で、次、東京は田舎より家賃が高い。家の賃って書いて家賃ですね。つまり家を借りるときに払わないといけないお金のことです。家賃って言います。で、東京は田舎より家賃が高い。田舎は土地がたくさんあります。田舎はたくさん場所があるから家賃がすごい安いです。でも東京は狭くて場所がないから
家賃すごい高いんですよ。はい、これ問題ですね。すごい高いんです。はい、では皆さん分かりましたか。この漢字はお金、お金を表します。払わないといけないお金のことですね。はい、人に仕事を任せたからお金を払わないといけない、そう覚えましょう。はい、じゃあ次の漢字いきます。この漢字訓読みはなしです。音読みはし、しです。じゃあ覚え方いきましょう。はい、これさっきの漢字とちょっと似てますね。はい、上見てください。上は次という漢字ですね。次。はい、でこっちはさっきと一緒、貝殻、貝、つまりお金を意味します。はい、じゃあストーリーいきましょう。お金が集まると次は資産になりますと覚えてください。お金が集まると次は資産になりますと覚えましょう。資産って何かっていうと、宝石とか土地とか金とか、後々後でお金になるものを資産って言います。資産があると安心だとかよく言いますね。はい、お金が集まると次は資産になります。そうですね、お金がたくさん集まると土地買えるし、宝石買えるし、金も買えます。そういうことです。覚えましょう。例文いきます。不動産資産を持っている、資本主義、銀行から資金を調達する、天然資源、会議用の資料が足りないのであと3枚印刷してください、医者の資格を取る、彼は経営者として優れた資質を持っている。はい、じゃあこの中でこれとこれやりましょう。医者の資格を取る、資格っていうのは何かをするために必要な条件や立場のこと、またはそのことをちゃんと完璧に勉強しましたよ、もう完璧にできますよっていう証拠のことです。だから例えば医者って人のことを治す、人の病気を治す仕事ですよね。でもそのお医者さんがちゃんと勉強してなかったり、あんまり病気のことについて知らなかったらなんか怖いですよね。だからお医者さんは全員資格を取って、私はもう完璧に勉強しました、全部できますっていう証拠を持たないとお医者さんになれません。まあそういうことです。皆さんも JLPT N3 の資格がありますよね。そういうことです。 N3 持ってれば N3 の部分は完璧にできるようになったんだねっていう証拠になりますね。それが資格です。はい、彼は経営者として優れた資質を持っている。まあ資質っていうのは、まあ、才能、資質は才能みたいなことですね。彼は経営者として優れた能力、才能を持っている。はい、そういうことです。わかりましたか。次行きましょう。4番、この漢字訓読みは賢い、賢い、音読みは剣、剣です。覚え方いきましょう。はい、左上から、これ前もやりましたね。厳しい目です。厳しい目を表す部分です。はい、じゃあ次、ここ、これは前もやりました。足ですね。足を表します。でここは貝です。お金を表します。はい、ストーリー。厳しい目をしながら足で歩き回る人はお金を稼ぐ賢い人って覚えましょう。賢いっていうのは頭がいいってことです。だから厳しい目をしながら足で歩き回って働くわけです。いっぱい動くんですね。そういう人はお金を稼ぎます。つまり頭がいい人、そう覚えましょう。覚えましたか。はい、じゃあ例文。あの人は賢くて何でもわかる、とても賢明な判断だと思います。はい、あの人は賢くて何でもわかる。はい、さっきも言いました、頭がいいってことです。あの人は頭が良くて何でもわかるよ、何でも知ってるよ。はい、簡単ですね。とても賢明な判断だと思います。賢明、まあこれも同じですね。
賢くて明るい。まあこれも賢明だ。頭のいい判断ですね。バカじゃないね。頭がいい判断だ。それがいいよっていうことです。はい、いい判断をしたねっていうことですね。はい、次。5番目の漢字。訓読みは配る、配る。音読みははい、はいです。はい、じゃあ覚え方いきましょう。左側はこれやったの覚えてますかね。これはお酒を意味します。お酒を意味する感じですね。はい、右側一緒ですね。でこっち、これは己です。己ですね。じゃあ覚え方いきましょう。はい、自分でみんなにお酒を配ると覚えてください。自分でみんなにお酒を配るです。わかりましたか。はい、じゃあ例文いきます。新しい教科書を配る。あの子気配りが上手だね。日曜日は配達されない。子供のことを心配する。時間配分する。はい、これとこれとこれやりましょう。あの子気配りが上手だね。これは気持ちを配る、気配りです。つまりみんなのことを考えることです。あ、A 君大丈夫？これやろうか？とか、あ、B 君仕事手伝おうか？とか、いろんな人にこう気持ちを配ること。ちゃんと人のことを考えられる人のことです。気配りが上手だねってよく言いますね。褒め言葉です。はい、次。日曜日は配達されない。まあこれは配るですね。毎朝新聞が配られますね。新聞が配られます、毎朝。それ新聞配達って言います。だからそういう風に日曜日は配達されない、手紙とか新聞とか荷物が配られない、配達されないってことです。はい、次。子供のことを心配する。心を配る、心配です。心配っていうのは、大丈夫かな、危なくないかな、やめた方がいいんじゃない、人のことを考えてちょっと人が悪い風になっちゃうんじゃないかってこう思っちゃうことですね。心配する。それ危なくない、やめた方がいいんじゃないとか言うのが心配です。子供のことを心配する。例えば子供が外に遊びに行った。え、車に気をつけなさいよ、交通事故にあったら大変だからね、みたいに心配です。わかりましたか。はい、6番目の漢字いきましょう。この漢字、訓読みはなしです。音読みはランです。はい、覚え方いきましょう。また来ました、これ。厳しい目です。厳しい目、この目ですよ。はい、で左側、右側、この右見てください。はい、これは人を表すと覚えましょう。人でこう覚えてください。人、ここ日本線なの忘れないでください。日本なの忘れないでください。で、下は、見るですね。見る。ストーリーいきます。厳しい目で人々が見ていると覚えてください。厳しい目で人々が見ている、そう覚えましょう。はい、じゃあ例文。絵の展覧会が開かれる。こちらの動画をご覧ください。この新聞は無料で閲覧できるです。はい。で、この漢字の意味は、まあ、見るってことで大丈夫です。見るです。はい。これとこれをやりましょう。絵の展覧会が開かれる。これ、この間、これやりましたね、この漢字。人が歩き回る。人が歩き回ってる。部屋の中で人が歩き回ってるっていう風に覚えましたね。これ思い出してまた覚え直してください。展覧会が開かれる。はい、これは絵があります。絵が部屋の中にたくさん飾ってあるんですね。それを見て回る会のことを展覧会って言います。はい。で、展覧会が開かれるって言いますね。展覧会をやるじゃなくて、展覧会が開かれるって言います。覚えておきましょう。次。こちらの動画をご覧ください。
これはすごく丁寧な言い方です。丁寧な言い方、こちらの動画を見てくださいなんですけど、ご覧くださいにするとすごい丁寧な表現になります。今度使ってみてください。はい、次、はい、7番いきましょう。7番は訓読みはなし、音読みはしょう、しょうです。はい、覚え方、右側は正しいですね。正しいという漢字です。左側は言うです。言う、なのでストーリーは正しいことを言う、それが証言だって覚えましょう。正しいことを言う、それが証言です。はい、じゃあ例文いきましょう。彼の無実を証明するのは難しい。この家を借りるには保証人が必要です。学生証や免許証は身元を証明するものである。はい、じゃあこの2ついきましょう。はい、彼の無実を証明するのは難しい。はい、彼の無実、無実っていうのは、まあ、彼が犯罪を、悪いことをしてしまったとされてるんですね。でも本当は彼はやってない、それを無実って言います。犯罪したと思われてるけど、犯罪を犯したと思われてるけど本当はやってないことを無実って言います。で、その無実を証明するのは難しい。つまりやってないことを、やってないことが正しいんだ、真実なんだっていうのを明らかにするのは難しいってことです。それを証明、正しいと明らかにする、証明です。わかりましたか。次、この家を借りるには保証人が必要です。保証人っていうのは、まあ家を借りますね、皆さん家住まないといけないですから。で、その時にもし皆さんがお金を払えなくなった時、家賃を払えなくなった時、大家さん困りますね、家を持ってる人は。だからその時のために、その時を保証してくれる人が必要なんです、日本で家を借りる時は。だから皆さんが家賃を払えなくなった時、代わりに払ってくれる人、それが保証人です。わかりましたか。はい、次行きましょう。8番、この漢字、読み方は訓読みなし、音読みは雑、増、雑、増です。わかりましたか。はい、じゃあ覚え方いきましょう。ここ数字の9ですね、9です。ここは木ですね、木。ここは鳥です、鳥。前やったの覚えてますかね。ここは鳥を表す漢字の部分です。はい、じゃあストーリー、木の上に9羽の鳥がいました。あ、鳥は和で数えます、和です。木の上に9羽の鳥がいました。糞をしたり葉をちぎったり、とても雑ですと覚えましょう。雑はなんかぐちゃぐちゃ、ぐちゃぐちゃってことです。すごいなんか物をなんか適当になんかポイとかするのを雑に扱うって言います。適当、ぐちゃぐちゃ、そういう意味が込められています。はい、じゃあ例文いきましょう。この部屋雑音がひどい、話が雑で何を言っているかよくわからない。複雑なシステムを簡単にする、雑巾で床を拭く。はい、じゃあこれとこれやりましょう。この部屋雑音がひどい、雑な音って書いて雑音ですね。これはあんまり聞いてて気持ちよくない音です。ガガガガガガガみたいな音ですね。たまにラジオを聞いてる時とかありません？ガガガガガガっていう音、それが雑音です。はい、次、複雑なシステムを簡単にする。複雑っていうのはすごい理解するのが難しいことです。もうぐちゃぐちゃなんですね、中が。もう内容がぐちゃぐちゃで理解しづらいんです。それが複雑です。複雑なシステムを簡単にする、このぐちゃぐちゃなのを分かりやすくするよってことですね。分かりましたか。はい、次行きましょう。はい、じゃあ9個目の漢字いきます。
この漢字、訓読みはなし、音読みはし、しです。はい、じゃあ覚え方いきましょう。この漢字右側は志すです。知らないですよね、これ。 N1 の漢字です。志すっていうのは自分の目標とか自分のやりたいことですね。それを志って言います。先にこれ覚えちゃいましょう。で、左は簡単、いうですね。はい、じゃあストーリー、自分の志を言うために雑誌を作ると覚えましょう。自分の志、目標とか頑張りたいことですねを言うために雑誌を作るって覚えましょう。はい、この雑、さっきやりましたね。雑に誌って書いて雑誌って言います。はい、で、雑誌っていうのはあれです。よく本屋さんで売られている毎週とか毎月出る、薄い冊子のことですね。薄い本のことです。はい、ファッション雑誌とかスポーツの雑誌とかいろいろありますね。みんなそれぞれ伝えたいこと、志があるから雑誌を作ってるんだよってことです。はい、例文、ファッション雑誌を買う。はい、簡単ですね。ファッションの雑誌です。皆さんもファッション雑誌買ってますか？先生たまに本屋で立ち読みしてます。ファッション雑誌、こうやって立って読んでるだけです。立って読んでるだけです。はい、次行きましょう。10個目の漢字、この漢字、訓読みはなしです。音読みはひょうです。わかりましたか？はい、じゃあ右左で分けます。右は平等の平ですね。平らとも言います。平等の平です。知ってますね。平和の平でもありますね。平和、これもやりましたね。はい、次、これは簡単、言うです。言う。はい、じゃあ覚え方、ストーリーいきます。平等に言うことで評価をすると覚えましょう。平等に言うことで評価をすると覚えましょう。評価っていうのは何かに対して、こう、これはこうじゃないとか、これは綺麗だねとか、でもここは違うんじゃないとか、いろいろ評価、いろいろ判断することです。それを言うことです。はい、評価する。例文で確かめましょう。例文でもう少し意味を確かめていきましょう。例文、この製品、海外の方から評判がいいです。作品を評価する。政治評論家。はい、この製品、海外の方から評判がいいです。はい、これはこの製品の評価ですね。この製品すごいいい、ここがこういうところがいいって海外の方から言われてるんです。それを評判がいいって言います。すごいいい評価をされてると、みんなからすごいいい評価をされていると評判がいいって言います。はい、次行きましょう。政治評論家。政治評論家っていうのは、まあ、政治のことをこういろいろ、こう、政治に対して自分の意見を言ったり、ここが悪いとかここがいいとかいう人のことです。政治を評論する人、政治評論家です。はい、わかりましたか？はい、次行きましょう。11番の漢字、この漢字、訓読みは誘う、音読みは言うです。はい、覚え方いきます。左側は簡単、言うですね。右は皆さん覚えてますか？秀でる、人よりすごいことを秀でるって言います。忘れてないですよね。 N3 でやりましたね。はい、じゃあストーリーいきましょう。ストーリー、秀でた人が言葉で誘うと覚えてください。秀でた人が言葉で誘うと覚えましょう。秀でた人って人よりすごいから頭がいいですね。だから誘い方もきっと上手いんだろうな、言葉遣いもすごい上手いんだろうなって覚えましょうね。はい、例文、彼女をデートに誘う。生徒を安全な場所に誘導する。オリンピックを東京に誘致する。女が男を誘惑する。娘が誘拐されすぐに警察に連絡した。はい、じゃあこの上の2つやりましょう。彼女をデートに誘う。はい、誘う、さっきも言いましたね。誘うっていうのは
え、ねえ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 、さあ、俺さ、この間いい店見つけたから、今度一緒に行かない？みたいに、こう、行こうよ、みたいな。行く？みたいな感じで、デートに誘うって言います。はい、わかりましたか？はい、じゃあ次。生徒を安全な場所に誘導する。はい、これ。導く、ここ、この感じ、やりましたね。この感じ。これ、導く、導くですね。これ、上、道で、下が、両手。道を両手で案内するって覚えましたね。はい。だから、これ、誘って導くで誘導。まあ、つまり、生徒を安全な場所に誘導するっていうのは、生徒に、こっちが安全だよ、こっちが安全だよって、誘って導く、案内することです。わかりましたね。はい、次行きましょう。12個目。訓読みは、なし。音読みは、し、しです。はい、で、覚え方。右側見て、寺ですね。お寺の寺です。次、こっち、言う、言うです。だから、ストーリー。お寺で言う言葉は、しになるって覚えましょう。しっていうのは、ちょっと、まあ眠くなっちゃう感じなんですけど、眠くなっちゃう人が多いと思うんですけど、まあポエムですね、ポエム。なんかちょっと歌ですね、歌みたいな感じです。皆さんは詩好きですか？ちょっと先生は眠くなっちゃうかなーって感じですね。じゃあ例文いきましょう。自然を眺めながら詩を作る。詩人。はい、じゃあまあ簡単ですね。はい。自然を眺めながら詩を作る、まあ、こういう人いますね。自然を眺めてなんか山綺麗だなって思ったら山の詩を作ったり、まあそういうことです。そういうのが好きな人もいますね。皆さん好きですか？はい、まあ次行きましょう。13個目の漢字。この漢字、訓読みはなしです。訓読みなし。音読みは K です。はい、じゃあ覚え方行きましょう。上側、上、敬語の敬ですね、上。こうです、こう。敬うって書いて敬ですね。はい。年上の人を敬うとも言いますね。はい、下行きましょう。下は簡単。言う。だからストーリー。警察の人には敬語で言う。警察の人は怖いですね。偉いですね。だから、敬語で言いましょうねってことです。例文。地震がいつまた発生するかわからないため、今後も警戒する必要があります。警備員、警察官、上二つやりましょう。はい、これ。地震がいつまた発生するかわからないため、今後も警戒する必要があります。はい、これね、日本地震多いですね。いつもあります。だからそれについて気をつけないといけないです。気をつけないといけない。警戒する必要があります。まあ気をつけるってことですね。で、これ警察の警ですけど、まあ本当に気をつけるってことです。警戒する。覚えましょう。はい、次。警備員。警備員。これも警察の警なんですけど、まあこれは建物とかを守る人を警備員って言います。まあ警察も人を守りますね。警備員はこう建物とか、学校とかの中にいる人を守る人のことです。はい、わかりましたか？はい、14番目、この漢字、訓読みはなしです。音読みは言う、言うです。はい、覚え方。郵便配達をする人が新聞や手紙を家の壁に垂れるように投げる。ちょっと絵にして書いてみます。はい。左側が垂れる。前もやりましたね。落ちるです。水が垂れる。水が落ちる。左側これ、壁だと思ってください。壁、壁。だから、絵にすると、これ壁ですね、壁。で、郵便配達っていうのは、手紙とか荷物とか新聞を家まで届けてくれることですね。だから、こう人が来て、ここに人がいますね。郵便配達の人です。その人が荷物を壁の方に投げた、垂らした、落としたってことです。壁から家の中に
荷物を落とした、手紙を落とした、そう覚えます。だから新聞や手紙を家の壁に垂れるように投げると覚えてください。垂れるようにこう落としたってことですね。はい、例文いきます。国際郵便も受けています。日本からの郵便が届く、郵送する際の送料は自己負担。はい、じゃあこれとこれ、国際郵便も受けています。国際郵便っていうのは日本から海外に荷物や手紙を送ること、国際郵便って言います。ちょっと高いんですよね。結構高いです。はい、次、郵送する際の送料は自己負担。郵送、送ることですね。自分から誰かに送るとき、郵送するときの送料、送るお金ですは自己負担。自分で負担、自分が払わないといけないよってことです。自己負担っていうのは自分が払うことです。はい、じゃあ今回の動画はこれでおしまいです。皆さん見てくださってありがとうございました。バイバーイ、またねー。